どうも、はじめです。じゃあもう一回です。どうしたいですか？俺も何にも決めてない。出た。何にも決めてないよ。出た。どうも、はじめです。てつです。お久しぶりです。お久しぶりですね。ビッグベアマウンテンリゾート。スキー場ですね。久々ですよ。今日は なんですか、なんか呼ばれて連れて来させられたんですけど、今日はですね、はい、おいっ子ちゃんがイケイケなんで、はい、なんか噂のイケイケの走りをしてくれるんでセッションしちゃおうってことでいいですか？そうですね。あ、いいですね。僕なんかやってましたから。言うてね、言うても、あの、大学4年間毎年スキー場でバイトしてましたから。あ、そんなレベルで？そう、やってましたから。あ、それは期待大だな。レストランでもそっちガンガンもう飯作ってたからそっちパスタめっちゃ作ってたから。ーそのコースの方じゃなくて違う。新潟の妙高高原か。妙高ありますね。妙高、そうそう、あそこでもう鍋振ってましたから私なんで。めっちゃいいとこで鍋振ってたんですね。鍋振ってましたからね。あ、それは期待できますね。そうそう、もう でもまあ毎日ね、ナイターは滑ってたんで、あ、ちょっと飛んだりしてたんでね。ここは来たことあるんですか？ここは何度か、あの、最後に来たのは4年前。最後のスノボーは4年前。はい、はい、まあそのガキどもに負けるつもりはないんで。ああ、そうですよね。勝ちに行くから。あ、まあ言うて7歳と9歳、ね、7歳と9歳だから負けるわけがない。逆に教えてあげようかな。ああ、それもいいですね。なんかそういうね、そうですね、なんかすごい子がいるっていうから、まあ、来てみたけど、逆に教えちゃおうかな。そうですね、うん、まあまだ前言うてもアマちゃんだから。そう教えてあげてくださいよ。教えてください。とりあえず滑る感じですかね。そうですね、はい、とりあえず滑りましょう。はい、テンション上がりますね。上がってきましたね。とりあえずおじさんが2人で一発目滑るっていう取れ高ゼロなんですけど。取れ高ゼロですね。一応ちょっと、あの、一応ね、まあ、キッズたちを取る前に、うん、そう自分の状況を把握しとかないと、うん、ちゃんと俺は滑れるのかっていうところをね過去の栄光になってるかもしれない。そうだね、うん、そこはちょっとチェックして、で、一発目は普通に滑ります。一発目は普通にね、はい、まあまあいろんなコースあるからね、でかいね、やっぱね。さあ、というわけで5年ぶりの行けるか。ちょっと待って、ちょっと待って。いや、これは無理よ。この急なのは無理よ今。いや、無理よ。無理。こっち行きましょう。終わった。ケツが痛い。さあ、というわけで、イエイ、えちゃん、はい、このキッズたちが噂の噂の天才キッズってことでいいですか？天才キッズたちが、名前教えて。そらと、たくまです。たくま、こっちが9歳で、たくが7歳。大会とか出てるんでしょ？次の大会いつだっけ？あさってのあと思ってたでしょ。え、で、結構1位とか取ってる？取ってない。取ってる。たく何個取った？たくは取ってる。やば、タクは4個取って、2位を2個、それで、あの、3位が1個。天才キッズじゃないですか。大丈夫？え？大丈夫？いや、余裕っすよ。体重が違うんで。まあ、その、スピード。スノーボードクロス？クロス。余裕ですわ。うん。で、その次、ジャンピングでしょ？これを飛ぶってこと？これ？これらしい。あー、無理だね、俺はね。
まあ、彼らとどうする？勝負する？とりあえずちょっと勝負してみましょうよ。大人の力をちょっと見せてみましょうか。2位です。はじめさんはね、よし抜けると思ったらこれだ。こけてたよね。やってしまいました。足をっていうか、ブーツが壊れた。嘘でしょ。もう20年近く前のものなんで、まあしょうがないっちゃしょうがないですけど、このタイミングで行っちゃいました。瞬間接着剤をてっちゃんから借りたんで、ちょっとこれで今直してます。もうつけたのかな、ほとんど。今バッチリついてます。踏めば直るんですね。踏めば直るんです。 OK、 しゃ、えい。5分ぐらいですか。いや、もうついたんじゃないですか。あ、本当だ。あ、ダメだ。まあまあ、バインディングしたらね。でもこっちだからやばいね。リフト乗ってて落ちる可能性があるってことだよね。リフト乗ってソールが落ちたってなる。業務用。今日スノーボードですよね。仕事じゃないですよね。よかったですね、俺仕事の道具持ってて。確かに。あんよ、ここ置いて、あんよ、ここ置いて、あんよ。はい、これで、はい、これでテープで巻いておきますか、とりあえず。そうですね。ちょっとね、ボコボコだから。なんかが違う。いや、負けるわけがなかった。ていうか、めっちゃうまいもん。早い。これ何？あ、バインディング取れたんですけど。おお、ポンコツだね。ポンコツすぎて。ブーツもダメだし、バインディングも死んだし、グローブもなんかハゲてきました。カリフォルニア、Living the Life。
ハイファイブ。やば。めっちゃうまいやん。California, living the life. どうでした今日は？いやー、しびれたね。取れ高悪かったですね。私のは使わってないです、多分。この2人のを使ってるんで。めちゃめちゃうまかったわ。ソラトとタクマ。めちゃめちゃうまいです。7歳と7歳。えぐいです。これからが楽しみで。いやー、ちょっとね、これすごいよ。7歳であんな飛べるんだって思って。頑張ってもらわないと。これからも頑張ります。頑張って。タクマ。って感じで。二人とも大会とかで優勝してるんですよ。そうですね。G 取ったりとか。成績は全部でどんななんだろうな。後でなんか。ここら辺に。ここら辺に乗せとくんでね。え、なんかナショナルチームに向くかもしれないみたいな。頑張ってもらいたいね。そういうことはですよ、てっちゃん。はい。ちょっとなんかスポンサーとかね、あスポンサーとか欲しいなみたいな感じなんじゃないですか？どうですか？正直なところお願いします。ちょっとお願いします。お願いします。お願いします。悪い大人たちがでも本当にうまいんで、そうここのね、ここのロゴがもしかしたらね、またのブランドの歌になるかもしれないし、先行投資ですよ、皆さん、ね、ぜひあのスポンサーの方が、はい、いました、興味ある方がいましたら DM にね、あの送ってくれれば、はい、わかりました、こちらの方でもう何でもいいんでね、食べ物でも、あ、食べ物でも食べ物でもない、スノーボードだけじゃない、ね、だけじゃない、ね、美味しいご飯ね、朝食べるけど納豆とかね納豆とか納豆の会社にアピールしておきますからさあ、というわけで、そんな感じで、今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。全然ついていけなかったですけど、また修行して、来年かな？来年。来年はちょっと追いつけるように、そうだね、頑張りたいと思います。いろいろ直して。はい。さあ、じゃあ、本日は以上でございます。ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画をお楽しみに。じゃあね、バイバイ。バイバイ。Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. Arata no hito ga iru. Yeah. Nice. Yeah. Shirts up. Skins, baby. Skins. The face was snowboarding yesterday.